研究の敵のレベルが上がるとも新モーションがやってくるんや、新技追加やってくるんや。今までのキャラ G 級の技新モーションが追加されていく。お気をつけて、学習していこうね。追加あるでしょ、ろくなことねやる。あと何、弱いの声が意外と今回有効で効果高い。もし、あの、もうすぐ済む。プラスボタン足してレベル4にしたらさ、うん、レベルがなんか弱いの声がレベル5段階あって、敵のヒットポイントが一番レベル4と5が一番低いんだけど、その4と5になるから1000ぐらい差があるのかな。1000、まあ、1000は許容範囲よ。いやでもヒットポイント多いやつほど増えるってことになんか、あ、割合だと思う。そのこのモンスターは1000ぐらい減ってたみたいな感じなの。1000とか4、5発分だ。1万とか1万かな。1万はさすがにねえやろうしな。貫通弾で一発4、500ぐらい出るけど。じゃあ1万か。なるほど。ちゃんと読んどきよかった。一応効果はあるみたいに。有効なんやな。今まではなんかないとか言われてたけど、計算したあの引いてねえだろうみたいな。今回はなんかちゃんと段階があっていい。熟し落とされた劣化の実は、はぜて燃える使命を宿し、周囲のごとく降り注ぎ、炎の裏切りを取り囲む。強炎のついに目の当たりにする姿は、たぎる紅蓮を携え、主の姿である。いや絶対そう爆弾他のモンスターもだから、あっ、まあ、あと3分ボスの方がもうレベル8やから、あれが一番強いのもちょっとおかしいんやけど、結局あれが一番いいよ。タチも耐震が低いだけで、それが限りはいいだけだから。大丈夫だもん、ちょっと体力至上、攻撃力至上主義、攻撃力にも耐震を自分で打ってくる。
ないかーい。いいわ。はい。昇竜。怖くない。追い回られるとしんどい。
注意しろ。ないぞ。で、範囲、範囲を覚えてる。パスが覚えてるだけっぽい。行ったぞ。やがったか。行け。いただき。この記憶やべえけど、ここまで打たれてるよくねえかな。体力はまあまあか、記憶で。はぁ、裏ボスに救命ってあんまなかった。距離を守り抜く。黒剣とか死んじゃねえ。専用じゃないの。ああ、一個だけ。効果。防具ねんかな。武器強い強化みたいなやつなのかな。派生強化？ちょっとリスト見てねえのよ。強化かかな。待ってたぜ、英雄。お、ブルースレイヤー。じゃあ、またな。おお、だ。はい。目玉と。特別なクエストが来ています。お好きなクエストをどうぞ。なんだ。それぞれ二つ金曲やるので金から行くか。別々？王子はさすがにしんどいじゃん。どうかお気をつけて。バテルあるプライド装備。欲しいな。根性。根性か。これいらなくね？なんでガンツのスキル捨てさせる？バゼル武器が作っちゃう？使っちゃう？追加され、ボリューム340になった。
銀の方が強いんかな。そうでもない。銀の方が飛び回ってうざくて、金の方が攻撃力がやばかった。ブレス銀がうざくて、金のブレスがめちゃめちゃ広範囲、地上か空中かみたいな感じなの。2人つけた2人分になれんよ。あーどういうことだけど、そうといい、みんな4死できる。よし、おっ、ピッキョウ追いかけっこ戦で、その結果逆には逃げる。準備完了だ。逆に体勢立て直せれん。上玉でいいのか。そうやな。さあ、シルバーソルとゴールドルーナの性能が、レウスが当たりやったからシルバーパッとしなさそうなんや。朽ちて名をそびえる装備で完成されたのか。務めを果たすはずもなく、雲の当たり装備やってね。深きところにそれはある。どうせゴールドルーナ激運でしょ。出立の地よ、この地の真なる姿を伺おう。教官、船舶なり。対するは王。天寿の翼は銀の子を描き、逆転の一瞬。死に伏せ、クイルがいる。豪華にその身を焼かれながら。気だ。気力充実。しょうらんもんな。そうなんだ。すげえ、もう相手も準備あるし。もうどんだけやべえ特殊なのあるんじゃねえかっていうような。ナイトブレスみたいな。毒がめっちゃ無理。ああ、毒ありそうやな。無理かも。お、ぶつけるかな。そこか、見つけたぜ。何だよ。なんか入るようだぞ。よーし、やるぜ。攻撃してくるから攻めねえんだ。
が押しかけた。うえー、分からない。わなにかかったぞ。間違えとったの。何のゲームかなって思った。
ワールドよりは全然マシやな。あれ降りてきたもんさ。あれ相当めんどくさかった。バテるまで全然いっちゃうんすか。はぁ、はい、支援万丈。攻撃だ。アドフのねだけマシやな。良心的な感じやったな。ゴッペは金が。そうなのか。特別なクエスト、ご確認くださいませ。いってらっしゃいませ。特別なクエストが来ています。またお話聞かせてくださいね。お、いらっしゃい。属性とかだ。どうせは新スキルつけてほしいんやけどな。元気してる？作っちゃう？鍛えちゃう？人間嘘たちあんじゃねえ。あ、あと会心三十ある。良さそう。ここにいるからちょっと。いい味は腕が鳴るね。あ、でもかなり伸ばさんと紫にならん。普通の強化、普通の下流強化の
灰で強化の方が紫になるから。これ銀たちダメなんじゃないか。スロット百流スロットも1個減った感じ。外れか。不正武器、あの不正回避って負けんのか。可能性はある。どんどんやらしてほしいな。なんかいらんやって今のでいいってなった。弾とか新しく追加されたのかね。個人玉4とか銃撃4。スタート当てたぐらいで、いやもう日焼けとかじゃやるなぐらい。コリュー倒すか、逃げちゃうほど。エルギガンテ、あいつがコリュー食うぐらいで。裏側は専用ステージ。
レスの横に首に近づいたらやられるやつ。逃げ浜です。やらせたもん。変とか変とってもあるんだけど、どっちはい、白でダメや。新弾は新弾がいる。前からのブレス前線に行ったけど真ん中のところ入りそうです。
真ん中あるよ。結構設定するから。うわあ、天輪だ、あのレイヤーの方もやだめや。金もあれがある。金もあるじゃん。金ってやる。天輪と攻撃設定。やらせるでしょうな。たまっとる、ランクがたまっとるからな。あ、意外と緩めやったな。50マスターランク50単位かと思ったらもう10ぐらい、10ずつ増えてる。100ずつ、100ずつとか。ああ。こちら。ああ、のんびりやりな。ピエン万丈ですね。特別なクエストが届きましたよ。よろしくお願いいたします。お、いらっしゃい。もう幸運やな。激運発動させられない。なんでこれ、あ、すげえ、相手が怒ると防御アップ。あれなんだ、うん、挑戦者のラグバージョン。そうそうそう、防御バージョン。いるかな。え、こ、状態上確定蓄積。難しい注文どんどん来い。修行を重ねて磨き上げたこの加工技術で大満足させちゃうからね。なんで避けたら、あれ、状態上蓄積する。避けた後。こういうことやね。でもいいな、防御フルチャージやけど。まあまあまあ。まあまあ、激運剥奪。
あ、相手のトップが入れる。そういうふうにしよう。龍立ち。あ、ある？張り切っていくよ。防御版が戸籍にも増えた発見。ナルガキ勝利する装備が良さそうやな。抜き足で融合しそう。頭硬いかな。はい、出会い。いや、昔は釣り技術硬かったよ。ハンマーじゃないと通らんかった。あの辺もシンガーつけとった感じした。あんま気になんなかった。紫で通るんだろう。でもいつでも行けるぜ。許せ、もうすぐ済む。切れ味キープ。切れ味落ちいないをつけて。毒がいるそう。毒向こうつけたらいいんかな。ってことは、これか。乱れた毒向こう。手をか。山々輝く月のもと。それは月光の意を借りるではなく、斧が身に光を蓄え、輝きのもとに身を隠し。天賦の陣をもって死くし、一瞬の間に仕掛ける。その美しくしなやかな姿、見るに至る者はいない。王国を務めるようなキャラに腕が鳴るわ。クステージだ。威力充実。毎回解毒薬が用意されてる。あんま音かけたら変わんねえんだよ。カウンター取ってる間にノートできる。あ、3段階に。あー。ノートの5席。あれ、まあ間に合わん。片手剣じゃ無理やろ。片手剣に多いよな、あれはやっぱ。僕がに。あれ、わからんかった。あ、おるやん。オランジャーで左見たらトラック。そこか。容赦せぬ。目だけしか見えない。はい。用心しろ。
戦闘客まあ引けるんや、まあそうだじゃん。向かいだからやりやすい。さすがにコンか。あ、いない。させられるんか。あっつみるか。クラッやべえやべえ。カッパが死ぬやつ。もうやだ。行くだ。僕はランダムじゃねえか。なんかでもやる状態いるじゃん。おお、これ今の、ああ、死んでたんじゃね。多分しゃべってる。当たってる。登録する。
壊れてねえか。あっ、おおおおおおおあ、あ、見える、これちょっと顔が壊れてる、手も壊れが危ねえよ。こっち早すぎて2発目が連続ヒットするから。来月、来月に9月のアップデートに行きたい。なんてこと。よし。探索戦。装備作る価値ある。11分か、結構時間かかってる気すんだけど。結構20分ぐらいかかったかな。体感そんぐらいある。入れれば10分切れるってことか。
なんか上手い人が4人でやったら5分ぐらいで終わりそうやな、この感じだと。うん、5分と言わんやろ、多分。ここもこうやろ。体験舞台とかハメ殺すもん、蓄積だと。もうねえのかよ。終わったじゃん。俺たちの冒険終了。ほんまに終わったじゃん。待ってたぜ、英雄。おお。じゃあまたな。回心ゼロだ。さあさあ、特売日だよ。すごいや。今後ともご贔屓に。おお。いらっしゃい。ラスボス級に強そうなライトボールだけど、配信がありゃ一強やったやろうけど、身内背後からいいじゃん、あれじゃん、チーフの食い玉みたいなことできると。体験いいじゃん、闇打ちいいじゃん。いや、まひらしたら後ろから行きゃいいってことだ。いや別にこれ 1.2 倍ってすごくね。攻撃とかあれつけても 1.1 倍とかしかない。修行を重ねて磨き上げたこの加工技術で大満足させちゃうから、ね、タイミングよく避けると攻撃力アップ、プラス30。いや、やめ打ちしたかった。これ意外といいんじゃないか。結構あれ後ろからガンナーで貫通って言えばめちゃめちゃやべえんじゃない。強そうやな。これでいいじゃん。今回作るのこれか。結構装備か。毒なんやな、毒ガンスか。ナルガってハンマー、ナルガハンマーあるよ。腕が鳴るね。あ、こいつが強い。上らへんになるときと下側になるとき。まあ毒いい毒ハンマーって感じで圧倒せんな。いらんな。これやったらいらんわ。ゴールドルナー来てやれってことやって。あ、そういうことか。で、毒ダメージがそんなもんな、出やんからな。闇、やっぱ攻撃の効が巧みやな。技術の数々をフル稼働。どんな武具でも任せといて。姿勢と、かっこいいじゃん。装飾品は？お、技物レベルに来たか、次に。毒玉4。お、毒アイランドとかに行くか。じゃあね。どうする？怪異のやつ行く？それとももう、アルガマラソンする？かけらか、かけらある程度5ぐらい出るまでは。はーい、かけら出た。これ持ってねえんじゃねえかな。全然やった。今回の1個も出なかった。元気してる。この時かけらが当たりだな。牙も大変だな。全然顔壊したはずなんやけどな。牙相当いるんです。よ、ハンターの弱点ない。バズラ意外と水じゃねえんやな、グレンタイル。氷は氷な、氷だ。まあ、水が氷やろ。ヨーレウス希少種は、水か雷。ナルガ騎士氷、まさかの氷時代。
リオリエは勝った。ま、前は氷やったら一緒でしょ。まあ、一応竜も通るよ。みんな氷ソープ作るよ。なるか。なあ、なんか。あるってくる。ライトボーガンかもしれないんだよね。クシャルダオロソープ。ああ。帰るか。マヒーヌはマヒーヌでありやったと思う。まあまあ。あの闇打ちを。お待ちしておりました。激流を当てるか。こちらがクエスト一覧です。準備完了だ。すまる、まだ準備中だ。他のはもうバリバリする。狭い剣持てません。
うねー。おクリア。ミドロ。お、すげえ。収束しました。クリア。最初の誰か罠仕掛けたの、ただのマヒ。さらば。いただき。よしよし。出たー、骨格フォーチュー出ましたフィニッシュ。クリアーで武器分もいるんかな、まあ、毒薬がいらん。これはもういくらでもある。途端に明日が誰も入らんことなのに取り置いて。どうやな。